さあ行きましょう。続きでございます。結婚しちゃいましたね。結婚して子供生まれたんですが、子供がさらわれてしまったということで、救出に行きたいと思います。北の東大っつってたけど、こっちかな？ゴブリンアーマー。セレナ、まあ魔法で押すか。魔法で押してった方が楽かな。まあこの辺来た時よりは、強くはなってると思うんですよ。レベルも上がってると思うんで、割と楽に、そうでもない、そうでもないか。そうでもないか。今までね、ガイとか、ハイデッカの火力に頼り切ってたところあるんで、ちょっとまあ、ね、厳しいところもあるかもしれないけど、それでも、セレナ魔法使えるから、まあ前よりは楽かなとは思います。アタッカー3人パーティーよりね。それよりは楽かなとは思いますけども、どうかな？えい。いいね。あ、経験値たくさん持ってるわ。はぐれメタル的なやつだな、今のな。よし、行こう。怪しい光がこの灯台の屋上へ飛んできました。それと同時にモンスターも突然増えてしまって手に負えませんということで、よし、行こう。これは？矢印の示す。ああ、はい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 。どっちかにブロックを置かせってか？こういうこと？かな？多分。おい。ああ、いたいた。面白いね。さて、敵と一回戦ってみるか。どんな感じか。先手を取った。オッケー。基本フレア連打でいいかい？いいかな？多分、また例のごとくボス戦の前で回復ポイントを置いてくれてると思うんで、待て、こっちから行くか。レッドロブスター。あ、オッケー。確実に数を減らせて。減らして戦っていく。ナイス。いいね。セレナ殴れるな、普通に。おっとっと、誰か敵がいるな。行ってみるか。ドーベン。はい。さあ、どうだ。回復のやり、やっぱり HP 高いとこ行くよね。割と HP 高めのところに行くなという印象が。オッケーオッケー。よし。はい、ナイス。さて、これ鍵かかってんじゃない？だよね。ってことは、外れか。こっちじゃない。右か。こういうことですね。右行ってから、左の方に行くと。これは、どうなんだ？多分扉開かないっすよね。ドアが見えているときに、紋章に箱を乗せれば、なぜなぜなぜ？すべての仕掛けが消え、ドアが開く。ドアが見えているときに紋章に箱を乗せる。ちょっと何言ってるかわかんねえな。何言ってるかわかんねえ。紋章に、紋章、ドアが見えているときにってどういうこと？ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと？ドアが見えているときに紋章に箱を乗せれば全ての章。ちょっと意味わかんねえな。待て。要は、これちょっと、やってみるか。これはいけんのか？いけない。そっちは？そっちいける？こっち逃げてるな。あ、こっちいけるんだ。ちょっと待って。でもこっちのギミックちょっとやりたいな。ちょっと待って、この状況で、紋章に箱を乗せれば全ての仕掛けが消え、ドアが開く。ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんねえな。どういうこっちゃ？これ、待って。どうい
うこっちゃ。こういうことか。こういうことね。あ、違う。え、違うの。え、違う。紋章、ドアが見えてるときに紋章に箱を乗せてるよね。すべての仕掛けが消え、ドアが開く。え、押してるよ、仕掛け。ドアが見えてますよ。で、紋章に箱を置いてるよ。どういうこっちゃ。ちょっとわかんない。何言ってるかわかんない。何を言ってるか、これは、よくわかんないよな、このブロック。ちょっと何言ってるかわからない状態だな、これ。これで相手開くの？ちょっと よくわかんないですね。ここに、あれか、この敵利用しなきゃダメなんかな？もしかして。ダメ、いやわかんねえな。いや、ちょっと後回しだ。こっち行く。こっちが、なんか宝箱取れる的な、あれなんかな、多分。え、これどうすんの、これ。ダメだよね、これ。え？やばいやばいやばい。ちょっとわかんない。先進めないな。あ、まあ、いいか。この階段で上行くか、とりあえず。やばいな。ちょっとわかんない。何、いきなり何よ。何、バツ。オッケー。これハリーの山全部解除されたけど、こっちは、こっちが正規ルートなんかな。どうなんかな。あ、やべ、やっちゃやっちゃ。先手取ったけど、まあいいか。やべえな、ちょっとギミック難しいっすね。IQ 低め系配信者、IQ 低め系 YouTuber なんで、ちょっとちょっとやばいっすね、これ。なんともだよね。はい。ちょっとまあ他のところこう行ってる間に開かない。そうか。じゃあこっち行こうか。はい。お、杭が立ったけど、やっぱりでもさ。行かなきゃダメ臭いなー、これ。やばいね、非常にむずいね。いけんのか、俺に。いけるのか、これは。守りを固めた、触れ合う、打ち返してくる。ちょっとセレナやばくない？やべくねえすか。ヒーリングで回復してくれ。やばい、そこやめてくれ、そこやめてくれ。シェイ、オッケー、いいね。死の淵からよみがえるという。待ち目もちょっと回復しとくか。もう一体、ちょっと一点集中やめてよ、マジで。よし。オッケー。まあまあ、確実に一体ずつは数減らしてきてるから。えい。
よーし。いやー、なかなか厳しいですね。これ、紋章を当てればいいのかな？同じやつ当てればいいのか？はい。あ、これ、なるほどね。ただのあれか。なんだっけ？神経衰弱みたいな。神経衰弱みたいな、違うか。あ、こうか。全部当てればいいんだな。当てれば多分、開くんでしょうね。紋章どこだったっけ？これか？あ、違うか。紋章これだな。紋章、違う。え？紋章も2種類ある。紋章も2種類ある。こうか。わからんな。敵邪魔だな。敵邪魔っすね。違う。これよ。ここ開けたかったのよ。ぐるっと回って。これね。あー、どこだったっけ。あ、違うな。音符はこう。こうか。これは、この紋章はここ。あ、違う。ちょっと敵邪魔だな。敵邪魔だな。ちょっと。OK。で、こうか。おい邪魔だね。よし。オッケー。これで開くわけだな。なるほど。失敗すると敵がこうね、攻めてくるみたいな感じだったのかな。針でこうガードされてたけど。どうなるんだ。杭が立ったけど、杭立ったからってどうなのっていう話。あー、行き来できますよか。あ、待って、なんかあれ、これモンスター。あ、モンスターだ。カプセルモンスターかなとかってちょっと思ったけど、違ったね。これ登ってみます。あの宝箱なぁ。ちょっと気になるね。フレイリング。オッケー。これはフレイリング。魔法で使うかな。レギリング、フレイリング。フレイ系の、オッケー。フレア使うから、これ、いいと思うんだよね。よーし。OK。戦うか？この馬みたいなやつ。不意打ちだ！やーべえ！強えぞこいつ。怒りポイントなんか使うか？ブロンズソード。まあでもな、1.5 倍のダメージを与えたとてなんすけどね。よし。とりあえず回復しとけ。暴れる。うわ、一撃。やっぱカプセルモンスターもさ、ちょっと餌与えて、レベル上げとかないとまずいよね、これ。今までちょっとその辺、無視してきたけど、レベル上げときたいっすね。待て、また馬いる。こっちは。行き止まりかな、多分。あー、はいはいはい、行き止まりね。わー、また出た。もうフレア打つか。ちょっと火力アップしてると思うんですよ。あー、いいね、上がってる。よし、いいじゃん。これでフレアで全体ばらまいて削っていくっていう。これは楽よ。さあ、馬がいますが、こいつはちょっと嫌なんだよね。あれ？違う？あ、いいんだよね。フレア。ナイス！クリティカルっぽいの出たけど、そうでもなかったっていう。そうでもなかった。いいえ。回復のやり。あざっす。くっそ。せっかく回復してくれたのに。はい、レベルアップ。いいね。どんどんレベル上がるね。あれ、行き止まりじゃね？あ、違う。ここ行けるか。ここ行ける。
ここは行けます。はい。多分、はしご伸びた系のやつじゃないか。はしご伸びた系 YouTuber じゃないか、これ。あー、ほら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 。おい、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 おい。黒の上に置け、なんだそれ。黒の上に置け、あー、黒、この黒い紋章ですか。え、え、なくない。ちょっと意味わからん。ちょっと意味がわからない。黒の上に置け、これ鍵くせえな。もう一回リセットだわ、これ。黒の上に置けって言われましてもだよね。ここ行かないとダメじゃねえすか。黒の上に置け、黒の上に置けの意味がわからん。なるほど。どっかに黒が重なって隠れてるんだ。わかんねえよな、そんなの。そんなのわかんねえよ。お、正解じゃね？あともう一個ってことか。わかんないな。はい。いや、ダメか。いや、これなかなか厳しくねえすか。これめっちゃスローとかで見ればわかんのかな。いや、これ厳しいな。わかんない、わかんない。わかんないよ、これ。これ厳しいね。あ、でもパターン決まってんのかな、これ。あ、決まってる。臭いな。この配置によって置かれる場所って決まってる。あ、オッケー。よしよし、オッケー。これでいけるな。いけるけど、こっちはアップゾーンあるね。一気に下まで行けるとか、そういう感じ？あー、やっぱ戻ってこれた。それはいいんだけど、こっちのさ、あれ違う？あれ違ったか？待て。ちょ、待てや。こっちこっち。この右のギミックが、あ、間違えた。右のこのギミックがちょっとこれわかんないんだよな。ドアが見えているときに紋章に箱を乗せれば全ての仕掛けが消え、ドアが開く。いや、さっきやったよね。ドア見えてますよの状態で、これでしょ。要はドアが見えてるってのはこの状態ってことだよね。この状態で紋章に置けば、紋章に置けば、これ押せないよな。押せないもんね。押しながら、違う、叩くとか違うか。わかんねえな。で、ちょっと閉じちゃうけど、あ、そっか、だからダメなのか、これ。見えてる状態だから。見えてる状態だからだよね。だから、まあ、これは結果的にこの見えてる状態で紋章に箱を置いてるからいけんじゃねって俺は思ったんだけど、でもうダメなんだべこれ。いや、でもそうは言ってもだよね。そうは言っても、いや、だからここに敵を乗せて、この左にいる敵を乗せて、で箱をこの紋章に置かなきゃいけない的な感じなんか。え、だとしたら相当大変だよこれ。こいつこっち来ねえもん。これ追いかける形でこう行けばいいのかな。いや、来ないもんな。うわ、下行かねえもんな。あ、来た。同じような動きしてる。でもこれ来いよ、こっち来ねえな。え、こっから動かねえんですけど。
こうか、こう追いかけるような、追いかけるような形で、追いかけるような形でこうして、いやちょっとさ、言うこと聞いてくれねえんだよなこいつ。ね、ふっくりちょっとどついてみるか。どつけるところがあったらどついて、いやーちょっとさ、こっから右行かねえんだよなこいつ。いやーわかんねえなこれ、どうやるんだろう。いやーダメだな、言うこと聞いてくれない、言うこと聞いてくれないけど、こいつを使うんだと思うんですけど、わかんねえなこれ。ここで放り投げることもできないし、待てよ、これってさ、この針の上に置けんの？あー置けない、置けないね。いやーわかんねえなこれのやり方は、ちょっとわかんない。いやー敵を利用して、敵にこのスイッチ踏ませて針なくなったところをマキシムがここにボンって置くのかなって思ったんだけど、なんか思うようにこう敵を誘導できないというか、こっち来ねえんだよな。惜しいところまで行くんだけど、惜しいところまでは行くのさこれ。いやもう全然行かねえもんね。行ったか。あーでもこっから先行かねえな、こっから先行かない。行かないっすね。ダメだわ。いやわからん、でも宝箱欲しいんですよ。なんかいいの入ってんじゃねえのって思うんだけどな。まあもし動画見てくださってる方いたらコメントください。はい、このね、アイディア募集します。これでいけんじゃねえかっていうアイディアあったらコメントください。多分この動画アップされてる頃は僕かなり前に進んでると思うんだけど、まだね、クリアまで到達してなくて、かつここをまだいけてないっていう状況であるならば、まあそのアイディアちょっと採用して取りに来ようかなと思いますけど、ちょっと開かないよねこれね。これ動かせないですよ、このブロック、このブロック動かせない。ただ立ってもダメだしね。まあもしかしこれってぶっ壊したらどうなんの？そうなるか。わからんな。わからんな。これ多分ぶっ壊したら、こうなるよね。はい、まあとりあえずアイディア募集します。アイディア募集して、まあいけるんであれば取りに来ます。もしくはアイディア来る前に僕が思いついたら取りに来るかもしれない。いやーわかんないね。オッケー、きっといいものがさ、入ってるんだよ、あの中にいいものが。いやでもだよね、最終的な装備って基本的にデュアルブレードになると思うんで、まあだからまあ言っちゃいいんすけど、こだわる必要ないっちゃよね、こだわる必要ないんすけど、まあいや、どんどん上行こう。鍵開けたけど、そっからまた奥深いな。やべ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 、おいおい、
ちょっとそりゃねえぜ、班長だよ、お前。三味一体の、三味一体のね、格闘術で、マキシム落ちたよな。あー、デロデロ一個しかねえ。おい、やばいやばいやばい。ちょっと待って、これ。めっちゃ来るねえ。めっちゃ来るねえ。待て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 。なんかこいつらというか、一点集中で来るさ、なんかそういう傾向がね、高いよね。よし。まあいいんですけどね、その分怒り溜まるから。まあ、ほら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 。なんかね、一点集中が多い気がする。よし。来いよ。怒りパワー貯めてやるぜ。待て待て待て、魔法使うか、フレア。このね、魔法使う時のね、スーンって音がなんか結構好きなんだよ。栄翔の、ちょっとわかるかな。結構好きなんすよ。 OK、 この音、このスーンっていうかキーンっていうか、この音がね、好きなんだよね。はい。それはそうだ。開くな。ちょ、待て。はい。こっちは？いやー、こっちも扉あるな。どっちが正解なのかわかりま、わえー、来るねー。積極的に来るねー。うら、積極的に来ますね。はい、ナイス。回復した分ごっそり持ってからだ。よし、フォースロック。なにフォースロック。暴れ馬のようになります。あー、いらねえわ。んー、セレナやばいなー。いやー、やっぱ4人体制で慣れちゃってるからね、4人体制がちょっと待ち遠しいです。 OK、 まあしばらくティアはちょっと離脱するような感じだったから、アタッカー2人、魔法使うやつ2人みたいな体制はちょっとまだね、時間かかるかなとは思いますけど、いやでも絶対どっかでまたティア出てくるから、それをちょっと待ちましょう。ティアからのアーティーみたいな感じになるのかな。おっと、回復ポイントもあるな。待て。はい。はい。ここで回復とセーブしておいてってことか。で、こっち行けよってことか。いやーね、ティアね、ほんとねー、ちょっと悲しかったよねー。いやー、でもやっぱあれだよね。セレナはさ、やっぱこの、ね、剣も強くて、魔法も使えて戦士として強いみたいなね、フィジカル的な戦士としての素質で考えると、まあね、そういう部分が強いっていう話ではあるけども、だけどティアは泣かないっていう、もう泣くことをもうなんだろうね、諦めるじゃないけどもね、うん、自分の感情を出さないということなんですよ。おっと、これなんか割れてるな。そう、だからそういう意味で、まあメンタルっていうかね、精神的に強いっていうか、選手としてのフィジカルが強いセレナと、絶対泣かないっていう誓いを立てたメンタルのティア。いや、どっちも強いよね。どっちも立派ですよね。どっちも素晴らしいと思いますよ、私は。ちょっと待って、やべえ。左に対しかフレアかけられなかった。
いいね、強いね。これ特攻かな、こいつ。このカニみてえなやつ。特攻臭いな。ダメか。シザースアタック。いや、絶対どっかでまたティア出てくるからね。これはさ、楽しみにしてるよ。セレナよりもティア推しですから、私。これ爆弾で壊す的な感じかな？あ、違う。あ、やっぱそうだよね。あれ違うくねえすか？柱落とすんだ、これ。柱落とすのな？多分。そういうことね。そういうことですね。はい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 。こういうことね。よし。はい。やだっす。B ロック。なんだなんだ。虫か B ロックだから、蜂的な？蜂的なやつ？蜂の攻撃ができるようになります。運が良ければ全員麻痺。あんまり運の要素には頼りたくないぜですから、確実じゃないと使いたくないよねっていう。オッケー、行きましょう。もうこれセーブポイントと回復ポイントあったから、多分ボス戦近いと思うんですよ。待て待て、この骸骨、めっちゃ走ってんだよ。よし。オッケー、じゃあここまでにしておきたいと思います。次回はどうなんかな。すんなりお子さんね、返してくれればいいんですけどね。まあちょっとそういうところも含めてね、楽しみにしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。